はい、どうもこんにちは、エンジン太郎です。今回からいよいよ新4気筒シリーズ始めます。設計もこれで一段落したはずです。やるべきことはやったんじゃないかと思うんですが、まあまだここからいろいろやらなきゃいけないこと多いんですよね。まあでも一応形にはなってきました。必要な部品は大体できて、今は何を買うべきか、購入する部品のリストを作ってる最中ですね。まあまだ全然かけてないですけど、クランクケース、作るクランクケースの自作する分と、オイルシールなどはモノタロウ使う予定なので、モノタロウで買う。単価なども書いてありますね。それで、ネジ類も必要数、今の時点で選定しています。設計を今回結構詰めてやったので、こういうところきちんと数字が出せますね。それは今後楽になるはずです。まあとりあえず中身の説明いきますか。そうですね、まあまず皆さんが見たいのどこかな。ヘッドを開けてみますか。シリンダーヘッドの蓋取りますね。ヘッドカバーをして、ねじりはちょっと今邪魔なので非表示にしますね。重くなりますし。はい、ヘッドに関してはこんな感じでカム2本入ってますね。ツインカムの、バルブが1気筒につき4本ずつ、16バルブということになります。この辺は過去にも説明してると思います。で、ロッカーアームはローラーロッカーアーム仕様ですね。これ後でちょっと書き換えないと干渉する部分あります、まだ。それでカムの駆動ですが、ハイブリッド型です。いわゆるここまでカムチェーンで回して、残りギアで回すという形ですね。当初全部ギアのつもりでしたが、意外と面倒くさそうだったので諦めました。結局ここまでつなぐのに何枚もギアつけなきゃなんないんですが、何枚もつけると抵抗も増えそうだし、チェーンの方が楽かなと取り回しが。そういうことでハイブリッドになってますね。で、カムシャフト非表示にするとこんな感じで、まあ、これは自分はカムロッカーベースという名で呼んでます。このパーツは要はカムシャフトとロッカーアームを固定するための土台ですね。これも一回非表示にします。追従はするようにある程度は動くようにはしてますが、カムと連動させるとこのパソコンだと動かなくなるので、そのカムの連動は諦めてます、今は。まあ、こんな感じで、ローラーロッカーアームでやりますね。で、まあ燃焼室がいきますか。とりあえず燃焼室がこんな感じになりますね。まあバルブ4本ついて、まあタイミングなどまだ全く合わせてないので、適当にバルブ開いたり閉じたりしてますけど。でクランクシャフト表示するとこんな感じで、今回ボアが、前回34ミリだったの、今回35ミリになります。ピストンはホンダの GX25 のものを利用するので、今回フォースト用のピストン使います。なのでオイルリング付きですね。これでオイル上がりはだいぶ減らせるんじゃないかと。まあ、バルブは GX25 のものを使って、バルブスプリング、バルブ周り全部 GX25 のものそのまんま使っていきます。そうすればバネレートが足りないということもないと思うので、そのまんまでいいと思いますね。なのでバルブ側のオイルシールも一緒に使えますね。これでである程度のオイル下がりなども悩まされずに済むんじゃないかと思いますが、まあ何せ素人の作るエンジンですので問題がないわけもなくというところですね。はい、ボアが35、ストローク 32.4、
気筒あたり 31.2cc、 かけ4で、124.8cc、 今回も 125cc 以下で計算してます。まあこんな感じでいきますね。あとクランクシャフトに関しては、フルカウンタータイプですね。すべてにカウンターウェイトつけてで作ってます。製造法に関して言えば、クランクシャフト1、2気筒、3、4気筒それぞれ別体で作ります。それでセンターの真ん中部分はまた別のパーツとして作ります。そうしないとこのギアをつけられなかったり、スプロケをつけられなかったりと問題が出ますね。そのためこの1、2気筒の間のメタル、3、4気筒の間のメタル、ここだけはベアリングではなくメタルによる支えとなります。ただ他の場所、こことかこことかこことかここ4箇所はベアリングによる支持になりますね。で作るメタルの量が少し減るので前回より楽ではないかと思いますが、何とも言えないですね。こういう混ぜるやり方でいいのかどうかっていうのは何とも言えないです。まあ何とも言えませんが、まあこんな感じでやってきます。今のところはですけど、クランクシャフト関係はまあいいとして、動力伝達部分ですね。メインシャフト、アイドラシャフトと。で動力伝達に関しては前回作った4気筒に比較的似てます。いくつか違うところは、前回ここのアイドラをギリギリまで小さくしたんですが、結果として回転が速くなりすぎるという問題がありますね。ベアリングの消耗が早いと思うので、それを避けるために全体として大きくしてきました。これでみんな等速で動くので、これなら問題はないと思います。一応今の段階で クランクシャフト自体は3ジョイントという機能を使って動くようにはしてます。まあこれバルブ関連が全部連動したらかっこいいんですけど、コンピューターパソコンがフリーズするのでちょっと諦めます。まあバルブはバルブでまた後で位置確認など必要になりますね。一応こんな感じで進める予定ですね。まあ次も長いでしょうね。一応最長で2年を想定しております。2年以内には完成までこぎつけたいですね。前回より製作パーツ少し減らすつもりなので、一部は 3D プリント屋さんに出すつもりです。なのでそれで多少は楽になってくれればいいんですけど、どうでしょうね。まあ予算との都合相談という形ですね。まあせっかくの趣味ですから、あんまりバタバタ作っても楽しくないですし、一個ずつゆっくり作ってきますね。また今回も。で一応個々の部品で見ますか。純正パーツに関しては今回は結構手を加えます。もう最初からそのつもりでいます。新たにこういうシャフトを支えるための穴ですね、穴など追加していく予定ですし、クラッチカバー側にも新しいクランクケースを支えるこのネジの固定穴など追加していきます。まあ元の純正パーツに関してはこういう感じで一部改造を加えます。これはまあ前回はある程度やってますが、前回より派手っていうか、まあ大がかりな改造になるはずです。で、これが今回メインのシャフトの部分、メインっていうか、動力伝達部のシャフトの部分ですね。まあ今回難易度が高めのパーツの一つとしてこのメインシャフトですね。
があります。ここの部分ですね、このクラッチにつながるギアですね、ピニオンギアとオイルラインストレーナーのオイルストレーナーのつくこのスプラインが作れるか、きれいに作れるかどうかというのが一つ初期段階というか、このシャフトではそこが問題になる部分ですね。うまくいけばいいですけど、まあアイドラーはまあ良しとして、クランクケースですね。次、クランクケースは今回は削り出しではなく鋳造品となります。まあ鋳造でやればこういう細かい形状ある程度作れるはずなので、そういう感じになりますね。上外してみると、下、あ、ここちょっと消すの忘れたな。まあ後でやっときます。こんな感じで、まあ下は面白みがないですね。上の方が、上もまあ大して変わらないか。まあこんな感じの部品を作る予定です。次はコンロッドをちょっと詳しく見てみましょう。こんな感じでちょっと変則的ですが、分割向きが斜めですね。これはクランクケースの形状の都合でこうなってるんですけど、どうしても通常の向きにするとクランクケースが破れちゃうというか、厚みがなくなってしまう部分があるので、こっちに逃がしてるんですよね。当然まっすぐつけた方が楽ですし、素直でいいんですけど、で一応今回は、コンロッド断面は H 型です。かなりこだわってますね、この辺は。ただこれに関しては 3D プリントするつもりなので、プリント屋さんに出すつもりです。なのでコンロッドに関しては最終仕上げだけ自分でやって、あとは外注となる予定ですね。まあ予算がなければ諦めて、普通のコンロッド形状にして自分で作ります。まあ、前回それで作ってるんで作れなかないと思います。はい、クランクシャフトはこんな感じですね。シリンダーに関してはまあ特になんもないですね。まあ、テンショナーがここにあります。で、まあ、前回別体で苦労したので、今回は完全に一体型のシリンダーとなります。まあシリンダーで一番難しいというか、難易度、難しい部分に関しては何しろ重量があることですね。これシリンダーで今の時点で2キロで、自分のるつぼでは4キロがマックスなので、問題はこれを鋳造できるかどうか。お塩などを含めると結構な重量必要になるんじゃないかと思います。最悪るつぼの部分を作り変えるということも視野に入っているので、そうやって対応していくと思います。今回は前回に比べて整備性をかなり重視して作ってる、書いてるんですが、実際やってみないとこの辺は何とも言えないですね。思ったより整備性良くないかもしれないです。でシリンダーヘッドは先ほど説明した感じですね。まあ中身だけにするとこんな感じです。でヘッドとプラグとヘッドカバーとネジもつけてと。で点火タイミングユニットですが、まあこれも基本的に前回の4気筒を踏襲してる感じですね。カバー外すと普通に出てくるので、ただこれだけだと分かりにくいな。こんな感じでピックアップコイルをつけるタイプですね。正直もっと小さくしたいですね。こればっかはなんとも。まあ比較的これが一番今のところ信頼性があるので、このやり方で進めていきます。
で、まあ、今回はこんな感じで実際の作業ではなく、CG による説明メインになってしまいますが、こういう感じのエンジンが出来上がったら嬉しいなというとこですね。余力があればもうこれを2機分用意したいとこですけどね。若干の設計変更をしてバージョン違いを最初から準備したいとは思うんですが、まあその辺も予算との相談ですね。こう見るとやっぱ頭でかいですね。かなり大きくなっちゃいましたね。これでもできる限り小さくして狭い中に何もかも詰め込むっていうのがやったんですけど、加工能力とまあ自分の設計能力だとこの辺が限界といったところですかね。まあ、これから、このシリーズまた長いお付き合いになると思いますが、まあゆっくり楽しんでいただければと思います。ベースエンジンについて紹介し忘れてたので、ここでベースエンジンを紹介します。はい、ベースのエンジンはこの FMI の152。今まで間違って覚えてましたね。まあ正直この中で使うのはクランクケースや変速機クラッチだけなので、ヘッドとかシリンダーとか燃焼関係はあまり重要ではないですね。実際このエンジンもう1機持ってて、もう1機は採寸のために分解してあります。なのでどちらを使うかまだ決めてませんが、分解した方を使うかもしれないです。まあそんな感じですね。はい、こんな感じで今回の次のエンジンはこういう感じで作っていきます。とりあえず今回の動画はここまでとなります。どうもご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。